ここでは足首をスムーズに動かしたい方へのセルフテーピング法をご紹介いたします。ランをメインとした競技を行う方、日頃から運動を行っている方へおすすめです。5センチ幅のテープを30センチで合計2本用意してください。テープの角は切り落としておくと剥がれにくくなります。1本目を貼っていきます。貼り始める前に2から3センチほど粘着面を露出させておきます。椅子や床に座り、足首をピンと伸ばした姿勢をとってください。貼り始めは足の甲の一番盛り上がった部分です。この時に貼り始めの部分をしっかりと押さえつけておくのがポイントです。すねの外側に向けて5センチテンションをかけながら貼っていきます。この時テープが浮かないように反対側の手で押さえながら貼ってください。貼り終わりはすねの外側です。貼り始め、貼り終わりは皮膚への負担を軽減するため、特にテンションがかからないように注意してください。テープをなじませるために全体をしっかり押さえます。シワができないよう注意してください。2本目です。椅子に座って足を組み、足首の関節を90度で固定します。床に座っても構いません。貼り始めは足の甲です。1本目と同じ場所に内側向きに貼ります。ここでも初めの2センチはしっかりと押さえつけましょう。土踏まずを通り、足を横向きにぐるっと一周させます。そこから内くるぶしの上に向かって6センチテンションで足の裏を持ち上げるように貼ります。一度に貼るのが難しい場合は仮置きしながら貼ってください。貼り終わりはアキレス腱付近です。テープをなじませるために全体をしっかり押さえます。シワができないよう注意してください。これで完成です。